悲しすぎる展開だけど、これが史実だという事実。に対するみんなの反応。メジロアルダン復活、メジロアルダン復活、メジロアルダン復活。ガラスの足といえば、ね。何度割れようと何度砕けようとがもうアルダンにぴったりすぎてな。誰だこの子、と思ったらマックイーンだった。マックイーンが正当なお嬢様だと？今までなんだと思ってたんだ。くずみ先生のマックお嬢だー。実はもう書いてる。シンデレラゴールドで。今だとラモーヌの後ろ姿が追加されるんだろうか。一方は壊れかけて一方は蘇るか。次号、光の子たちってなんだろう。メジロ参加を聞くんだ。なるほど、メジロ家か。次回はメジロ家大集合ということか。くずみ先生のマックちゃん、どの媒体よりも目が釣り目気味なのが師匠愛。そしてパマチンも来週は喋ってくれる可能性大で嬉しい嬉しい。来週はメジロ家祭りだ。パパはこういう時こそ先達としてのフォローですね。拒否られてるし。次世代の最強足毛の御降臨。メインストーリー通り、おぐりと入れ替わりでメジロが盛り上がるもんな。ありがてえ、帝王以来の2期メンバー。できれば同期で稲荷のルームメイトのターボとかもどこかで出てくるんじゃないかな。自身の終わりを自覚しているクリーク。おいたわしや、あと名前出てから何らかの形で出続けてたミル若葉は今回でなかったな。このお嬢様、砕けかかったガラスの靴を溶接して復活しやがった。そう考えればアルダンも紛れもなくシンデレラなのか。稲荷がここまで他者を思んばかるようになるとは。領域完全習得前だとめちゃくちゃキレ散らかしてそうだもんな。いいねえ。この気な臭さ、最後に向かってるって感じがすごくする。出るだろうとは思っていても、いざ出ると嬉しいものだ。出られねえ？のところの稲荷どえらい顔になってる。稲荷ならどんな顔させてもいいと思ってんじゃないのか、もっとください。クリークが宝塚出られないって知った後の稲荷の背中が、前よりちょっと寂しくなってるな。お前、他の馬娘のためにそんな表情できたのか。なせちゃんがやけ酒してるかと思っちゃった。同じく、親父とは違うんだよ、ということだろうか。アルダンが退院した。いよいよ目白軍団が御帝十三体よろしく勢揃いする。はず。次の世代が迫りつつあるな。これはパクパクですわとか言わなさそうなマックイーン。一話も立てばわからんぞ。そういえばシングレ時空だと、会長と帝王昔会ったことはないのか。おぐりは何か先行き不穏だし、クリークは悲壮感に満ちてるしで雰囲気が重いぜよ。何度ガラスの足が割れかけても復活してくれるアルダンがマジで頼もしくてスクエア。ただし勝てない。引退後は守護馬としてノーザンテイストの血を残したから。馬娘だとその辺どうなるのかね。レースも目白も捨てて一人で独立した事業かなんかやる感じ？シングレ時空だと外国で守護馬入りした馬がモデルの馬娘は、引退後に帰化してのんびり過ごしてる。やたら府中に強い馬娘の生徒が輩出されるトニビアンカ教室。飽き天がマジでアルダンも八重野もおぐりもおいたわしいことになるの確定なのがほんまに。八重野とアルダンは間違いなく飽き天の主役だろ。おいたわしくなる要素があるか？アルダンは最後のチャンスだったのにわずかに届かないし、八重野はようやくの復活勝利なのに負けたおぐりに話題かっさらわれるし、おぐりは初の掲示板外になるし。話題になれないのがいたわしいなら、八重野もアルダンもいたわしくならない未来がないやろ。彼女らはおぐりに勝ちたいのであって、おぐりになりたいわけじゃあるまい。アプリの方も一番シングレに近いであろうバンブー育成だと、自分たちはもうおぐりみたいな注目を受けることはないって諦めたというか、受け入れて別のことをしようって感じだし、二人ともその辺割り切ってそう。どんなに走ってもあくまで時代の主役はおぐりキャップでしかないって感じに。なんだかんだ人情かな稲荷が一番三強に貴族意識持ってそうなのがいいね。他二人への敵対心が一番強かったのにな。どのマックちゃんも美少女ではあるだろ。面白属性があるだけで。
次回光の子ってことは、次回は目白家の掘り下げ会になるのかな。アイネスとライアンのダービーはそこで触れられる感じかね。次の世代が育ってても後を任せられるイコール、自分が結果を出せなくても、なんなら壊れてしまってもいいってのは、ある意味安心できるのかね、アルダンとしては。八重野とアルダンはこっからは三強よりもオグリと付き合い濃くなるだろうし、メタ的にオグリよりも先に物語を終えられるメンタルに行き着くだろうからすごい楽しみだな。ガラスの足、靴を持って、現役が短い、魔法解けるまでって見ると、馬娘みんなシンデレラとみなせる書き方に思えたな。マックイーンとクリークが出会うエピソードからの、ナセトレーナーに繋がるとかだといいなぁ。ナセちゃんが担当馬娘を社交失格させがちなトレーナー扱いされちまう。なお25年後宝塚のゴルシより被害総額は上である。実際、この頃の武豊は割と攻めたレースをすることも多かったので。パーマーアプリでもよく頭の後ろで手を組んでたけど癖なのかな。忘れがちだけどあくまで馬娘は生物としての臨界点であって、絶対的な存在じゃないのよね。悪役令嬢マックちゃんに原点回帰してもええんやで？てかシングレ作画で悪い顔するマックちゃんが見たい。強者になる前にオグリが引退してしまうからな。足毛繋がりでシンデレラグレイをバトンタッチする形になるのかもしれない。オグリキャップと戦いたかった。と思いつつ有馬記念見てそう。この1年走り続けられたライアンや、ブライトロックにちょっと羨望の目線向けつつ。そういえば、サンデーサイレンスが来日したの10月末だから、史実ではもう日本にいたのか彼は。トニー・ビンとかブライアンズ・タイムとかがシングレ時空の日本にいるなら、書かれないだけでワンチャンどこかにいるのか。カフェみたいな姿の馬娘が、有馬のレースを映す街頭ビジョンを見ながらにやけているコマが、あったらいいなぁ。真剣な話題なのにクズミ先生の格足が生めかしくて集中できん。オグリのラストランまで一緒に走る覚悟がん決まりのアルダンが復活して嬉しいよ。いなりいい顔してたなぁ。登場の時の屋根上がって息巻いてた頃から、随分と成長して落ち着いたなと思う反面、ここから代替わりしていくのかとちょっと寂しくもある。物理的に足に限界が来るってのは衰えや引退としてわかりやすいわ。ドリームトロフィーが年2回、予選込みだともうちょい走るがなのも、ケアや準備期間の期間をしっかり取れるからって理由付けにもなるし。知らない馬娘が出てきたと思ったら知ってるまんじゅうだった。アルダンもすげえ根性だよな。アルダンは雰囲気の割に不死鳥というかタフだな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。